今日午前、富良野市で40代の男性が熊に襲われ、頭や手などに怪我をしましたが、命に別状はないということです。今日午前9時ごろ、富良野市西タップの山林付近で、熊の警戒に当たっていた地元の40代の猟友会の男性が熊に襲われました。男性は頭や手などに怪我をして、ドクターヘリで旭川市の病院に搬送され手当てを受けていて、富良野市によりますと命に別状はないということです。男性は別の男性と2人で熊の警戒に当たっていたということで、親子と見られる3頭のヒグマと遭遇して、親と見られるこのうち1頭に襲われたということです。3頭のうち親と見られる1頭は別の男性がその場で銃で駆除しましたが、残りの子熊と見られる2頭は逃げたということです。警察や市は熊への警戒を強めるとともに、近くの住民に注意を呼びかけています。現場は南富良野町の JR 東鹿越駅から北に8キロほど離れた住宅が点在する山林です。